OK ですね。はい、では次7番目、プシボタン黒による照明点灯と調光をやります。でまず3の、まずはあれですね、グループアドレスを設定します。でこれは照明オンオフ、照明オンオフ、はい、まずオンオフだけのグルーパー、これ照明オンオフ、はい、でもう一つがディミング、照明調光器、調光器、これでいいのかな、はい、でやりましたと。でまず照明オンオフについてはプッシュボタンの3段目なのでプッシュボタンスイッチの、パラメーターを選んだ方がいいのかな。あ、これは簡単なんだ。これ単純に、スイッチにさえこれの、はい、これのオンオフだけ、それと UDS23、はい、これ調光、こっちですね、はい、これのグループ A のスイッチですね、これを関連するだけで OK と。これはオンオフだけ。次に調光器の方は、はい、調光器の方はまずプッシュスイッチで調光のパラメータを作んなきゃいけないんですよね。ロッカー3、あれ、ということはこれあれ LED、 あ、これか、あ、さっき2ボタンスイッチだからこれを2ボタンディミングにしないとダメなんですよね。はい、ディミングにする、はい、そうするとこれをやってしまうと多分パラメーターがか、プロパティが変わると、はい、こっちのプッシュスイッチのさっきのアプリケーションのプロパティと変わるので一回削除されてしまうので、もう一回ここも設定しますと。プッシュスイッチのロッカー、これですね、はいはい、あ、そうか、これだ、グループオブジェクト3、はい、まずはこれでまずはオンオフ、さっきディミングに変えると消えてた。で次にこっちの調光器の方は このディミングにしたものを入れますと。であとは同時にこっちですね、あれ2300、これだ、これのリレーティブディミング、これですね、はい、これを入れますと。プッシュボタンのリレーティブディミング、プッシュボタン、はい、これプッシュボタン、プッシュボタン、ああ、プッシュボタンも、まあもう これでプッシュボタン OK、 はい、 OK、 じゃあ UD でこれを入れますと。でこの時にパラメーターがあり、AB ジェネラル、AB ディミング、はい、ここで、まあ、どんなスピードでこう調光するかとか、マキシマムとミニマムをどうするかっていうのを設定したり、はい、じゃあここをとりあえずミニマムは30にしましょうと、はい、はい、であとこれっていうのは、リレーティブアロースイッチングオン、あのゼロの状態からディミングをしたときに、つくかどうかの設定で、これはゼロの状態でもディミングボタンを押すとつきます。でこれはアロースイッチオフビア、ディミングで、ディミングしながら、一番下限になったときにスイッチオフになるかどうかっていうのを設定しますと。でこれはノーにしました。というのも例えば下限 20% になったときに、それをもう一回押すと、まあ、消えてしまうから、まあ、こういうふうにしますと、はい、ということで設定 OK ですね。じゃあはい、照明コントローラーを、これは先ほどまだ個別アドレスを設定してない、ダウンロードしてないので、これはフルダウンロード、フルダウンロードします。はい、フルダウンロードする、ここで、はい、プログラムボタンを押してもらいました。はい、今書き込んでますと。はい、でこれまだ全部書き終わってないんですけど、はい、このプッシュスイッチもアプリケーションを書き込むので、ダウンロード、アプリケーションをダウンロードすると、一部ダウンロード、これを、タスクとして次にしておけば、ここが終了次第アップロードしてもらえますと。今待機中ですね。それだと、そうです、ね、
あ、そうだ、これちょっと時間かかるんですね。ここの読みのところの変換だけ取って、でこれで今7番までできたと。状態も、はい、次に、はい、状態、ただロックされてるから、あ、ちょっと待ちましょうね。もうまだまだですね、なかなか。おお、まだだな。はい、はい、まあこれはじゃあ通り、トポロジー側の問題なんで、こっち今エリア1のライン1っていうのがあるんですけど、でライン0っていうのをこれはっきり作らなくていいんですけど、デバイスにアドレスを振るときに、はい、じゃあ次に取れましたので、次にこれは3段目を押すと 1.0 点なんちゃらっていうふうに、はい、1回押すとついて、ライン0っていうのでこの下にデバイスが消えます。この直下に入ってくるんです。こっちを長押しすると調光、スイッチの白になります。これので今度こっちのボタンを長押しすると調光して暗くなります。 1.0 点、はい、でこれ、ま、ミニマムは 30% にしています。でもう一回これを軽く押すと、ポンと押すと消えます。はい、ここまで OK。 はい、